こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご覧にならない方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、治安が良く、お金持ちが住む、白金高輪、駅です。以前、紹介した部屋の、別の部屋になります。昨年紹介した部屋は、こちらの部屋です。ガラス面の多い、クセ強な部屋で、クセ強度は、4、の物件でした。見てない方は、こちらの部屋もぜひご視聴ください。今回の物件は、40平米の 1LDK です。メゾネットで、テラスが上下階にある珍しいタイプです。ワクワクしますね。あ、物件に到着しました。あれです。相変わらず外観は、窓の位置がバラバラで、癖が強いです。ここの場所は、一本入っていて、便利な場所ですが、意外に静かなのが特徴です。エントランスは小さいですが、全体の戸数が多くないので、問題ないでしょう。もちろん、オートロック仕様、宅配ボックスがあります。エントランス内は、階段が特徴的で、いい雰囲気があります。エレベーターの前の廊下、ベンチがあり、手すりが格子状になっていて、相変わらずいいですね。こちらの部屋になります。では、入ってみましょう。おー、玄関めちゃくちゃ広い、奥行き広く、自転車も置けるくらいの広さがあります。壁は、コンクリート仕上げになっていて、デザイナーズ物件の雰囲気がよく出ています。玄関右側には、下駄箱があります。幅も広く、相当数置けそうです。カウンターもあるので、小物なども置けますね。上のスペースがもったいないので、もっと上まで、下駄箱があってもよかったですね。ここは、収納です。ただ、奥行きは、あまりないので、大きなものは収納できないですね。ここにインターホンのモニターがあります。相変わらず窓が多い、変わった物件です。いよいよ、居室スペースです。おお、窓が多く、明るいです。ここは、洗濯機置き場です。棚はないので、洗剤置く場所は、自分で作らないといけないですね。
ここの広さは、LDK 全体で、約 13.1 畳です。ここに微妙な段差があるので、要注意ですね。キッチンは、IH の二口コンロです。調理スペースもあるので、料理は、ちゃんとできそうです。シンク下収納と、上下に棚があるので、調理器具や、食器などの収納には困らないですね。そして、エアコンがここにあります。テラスへ出てみます。約 3.8 畳の広さがあるので、結構広いです。床もウッド調で、裸足でも気持ちいいですね。マンション群に囲まれていますが、目の前は、高い建物ではないので、眺めは割といいですね。ここは、水回りです。トイレ、洗面、シャワースペースです。トイレは、タンクレスの温水洗浄機能付き便座です。洗面は、トイレと一緒で残念ですが、カウンターも大きくていいですね。洗面台の下の収納と、鏡裏の収納です。隣は、シャワースペースです。この広さで、シャワースペースしかないのは、残念ですね。もっと他にスペース取れたような気がしますので、もったいないです。それでは、上へ行きます。今日も大腿四頭筋が鍛えられます。ここは寝室です。広さは、8.2 畳です。図面では、8.2 畳とありますが、体感は6畳くらいしかないです。多分、動画見た感じも、そんなものではないでしょうか。こんなところに給湯器があります。少し場所を取ってますね。この階にもテラスがあります。一階上がった分、眺めがいいですね。ここは 4.9 畳分あるので、下のテラスよりも広いです。ここなら、テーブルと椅子を置いて、ビールでも飲みたいですね。
今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、クセ強度、を発表します。今回の、クセ強度、は、3、です。前回同様に、やたら窓が多い、広いテラスが2つあるので、3、としました。今回の物件、人気の白金高輪は、窓が多くて明るく、テラスも広くて、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。